荒谷氏は日本の氏族の一つ。現在の青森県平川市荒谷にあたる道の区国荒谷村を本拠地とした荒谷氏は、戦国時代から江戸時代にかけて津軽市に仕えた。南部七湖市の支流で鎌倉時代に荒谷城を築城し、荒谷を加盟とした。南北朝時代は南朝方に属した。戦国時代の当主は荒谷源次郎であり。 1900国の領主であった。尾崎城主の尾崎氏とは同盟関係にあり、大閤寺城主、滝本茂之の配下であった。天正2年に大閤寺城が大浦亀信に攻められた際、茂之に援軍を派遣しなかった。そのため、翌天正3年に起こった茂之の軍勢300が荒谷城へ攻め寄せた。当時源次郎は堀越城にいたため、 その今日疲れて落城し、源次郎は、波岡城に逃れた。その後諸説あるが、天正四年、天正二年、天正十一年に、尾崎城主、尾崎義蔵と共に、大浦亀信の家臣となった。百国を与えられて、広崎藩主となった荒谷氏は、幕末以降も続き、源次郎より十三代目の当主、荒谷茂樹は、この絵踏丸の秘書を務めた。現在、 日向市荒谷境館に所在する荒谷八万宮に荒谷市より奉納された甲冑や太刀などの部具は荒谷家伝来の部具として2006年1月1日に日向市指定有形文化財に指定されている。ありがとうございます。